ルトのライブの、ま、前で、君のライブの後あたりがいいんだけどな。どこなんだろうな。ポルカのライブいつ？ポルカ誕生日だから30。あれポルカさん誕生日いつですか？だから30。1月？1月。うん。あ、おめでとうございます。なんかあんのか、なんかあんのかと思ったじゃん。でもなんかあんのかと思って、うん？何聞いていいやつかなと思って。え、なんか1月30ってなんか意味語呂合わせとかあんの？なんで生まれたん、そのなんで人が生まれた日に、ちょっと人が生まれた日に理由はないの？ロイ様？ロイ様やるなら切り抜いて変更方法で。ロイ様？ノエルボルカに向かってなんで生まれたん？もしかしてなんでその日に生まれたん？なんで生まれてしまったの？ほらホロメンだとはトア様とか8月8ってほら永遠トアでエターナルでそれで爆誕したみたいな。そうなんだ。そうそうそう。なんかねミコチとかもね3月5日なんかバーチャルでミコ、そこら辺が自由でいいよね。うん、ねえ。俺はこの時に生まれたいぜ。そうそうそう。ありがとう。生まれたいぜで生まれられるからさ、生まれたいぜ。そうね。俺はなんか寒い日に生まれたかったんだよ。1月に生まれたかったんね。まあそれはあるかも。2月に行く前のこの1月のこの感じをね、うん、味わいたい、味わいたかったね。そういうことか。そうですね。そう。そういう寒い日に生まれたから。なんなんなんね。意味があるからでずるいぞ。まあね、まあほとんどの人は意味なんかないですからね。意味がゼロっていう意味か。あ、1月30。あ、そういうことか。意味がゼロ。意味がゼロ。それです。そうしようか、ポリちゃんじゃ。あのね、ルイさん取られたみたいな、はい、ルイさん、お酒足りてんじゃないの？足りてないかな。もうちょっときつめの、じゃあちょっと ダブルでお願いします。今までシングルだったか。今までシングルやったんや。逆にそれな、なんやそれは、書くか。あ、いや今日のなんか私ね、指振る大会のあと、もう配信9分40秒ぐらいで終わったんですけど、その後にね、ポルカ先輩とノエル先輩のね、あの枠にお邪魔してたんですよ。その時にね、どうしてこの誕生日で生まれたのみたいな話になってね、笑っちゃいましたね。いや、もうおもろかった。いや、私はあのぶっ込みは本当すごい好きだなって思いましたけどね。1月30だから意味ゼロってことですねつってね。